どこだろう。どちら行く。わあ。わあ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 。わあわあわあ。一体どんなところなんだ。50メートルです。もしや。ここじゃない？こちらで到着。すごい素敵。ロッジライヴェン到着。行ってみましょう。オープンザドア。こんばんは。しましたよろしくお願いします。今回急なお願いで、はい、いいこちらこそありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。イエス。シミと申します。シミケア。シミ、シミよろしく。池さんって呼んでください。すごい素敵な宿。ちょっと覗かせていただきます。ここはあれですよね。はい、筋トレオタクのオーナーがやってるっていう。はい、うわあ、すげえ素敵だなここ。こちらが、まあ、あの各種注意事項とフラーマップをまとめさせてもらってるんですけども、はい、でここはあのオートロックになってて、オートロックのパスワードがこれ。おっと見せないで、あの一応鍵はないので、はい、チェックアウトとかも手続き何もなしで、はい、自由にいつでも出ていただけるっていうシステム、はい、もう先にねお会計も済ませてるんで、なるほどね、夜逃げ防止システム、はい、そうです、素晴らしい、はい、部屋は何室で、はい、キャパは何名なんですか？はい、部屋は、合計8室あって、すごい、合計で言うとフルで泊まると26名、はい、なんと男のキャパがあるんですね、はい、それ僕一人でやって。嘘でしょ、はい、いつもロッジ一人で回して、すごい、すごい、彼はあのちょっとズバ抜けてね、その宿泊経営でね、俺は注目、勝手にね注目させていただいてて、はい、早いんだよ、とにかく行動が、いろいろと注目勝手にさせていただいてました。ありがとうございます。今回お会いできてすごい嬉しいです。というわけで今夜はね、ご飯と宿をこちらで楽しませていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ベッドルームやってまいりました。まずはツイン、そして子供たちにはでん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 、ラフトベッド。なかなかスティープなはしごを登った先にあるのがベッドルーム。こちらもツインですね。お布団ふかふかで気持ちよさそう。上からの景色をご覧ください、葵さん。すごい高い。マダラオの朝です。裏庭を散策しています。ここもまたツアーコースだそうです。シミとエイちゃんは地形で遊べるポイントを探しています。裏庭です。葵は登ってこれなくなりました。青、手が凍傷になっちゃうぞ。お世話になりました。ロッジライヴェン最高に居心地のいい宿だったね。またぜひお越しください。えちゃんもどうもありがとうございました。楽しかったね。次こそは。またセッションもぜひ。しましょうぜ。パウダーで。パウダーで。パウダーで。またじゃあ雪山でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう、ロッジレイブン。いい宿だったぜ。また来るぜ。よーし、お前たち、滑り行くぞ。まあ、当然マダラオ高原スキー場のロッジレイブンに泊まったわけだから、マダラオに滑るつもりでいたんですけど、急遽変更。なんとね、助けてって声が聞こえたんですよ。小刈り温泉スキー場から助けてコールが僕の方に届きましたので、今日は戸刈温泉に急遽変更して行ってみたいと思います。Here we go。 さあ、葵さん、やってきました。初めてのスキー場巡りの旅。もう初めてなんだから優しくしてよね。めっちゃでかいスキー場、楽しみ。チケットインフォメーション。なんと戸刈温泉スキー場は助けてくださいプラン、ほぼ全部のリフト代がギョコジャン半額です。半額以上じゃんこれ。というわけで、天然パーマファミリー魅力ではございますが、遊びに来させてもらいました。楽しむぞ。はい、チケット大人2枚、子供2枚で、なんと1日券が6000円でしていいんで、めっちゃ安いやないかい。
そしてなんと、はい、クレープ50円引きと、さらに温泉50円引き、さらにさらに家族全員分いただきました。サンキュートガリ楽しませていただきます。トガリ温泉スキー場、トガリ温泉スキー場、これすごい、この景色やばーやばばばい。よし行ってみよう。あおー、こっち。てってれー、やばいこの景色。うわー重い。レディーゴー、ちょっかり。みんな一本目どうでしたか？ちょっとストップ雪気をつけながら楽しみましょう。近い。あったかー、風が生ぬるー、音楽が夏の音楽ダミラー、雪が腐っちまってブレーキ雪になっちまった。がぜんテンションが上がんねー。ねえ父ちゃん、次どこ住むんだっけ？もう帰る。それではお別れしましょう、みんなで離らしましょう、さよならさよなら、ごきげん、うるわしゅー、せーの、よいしょー。お地蔵様、いつも小鳥葵を安全にスキーさせてくれてありがとうございます。ジャンプな、ここジャンプ。トガリスキー場、おしまい。Dude, that father is 10 and permed!